まあ、そういう部分では福岡リベンジ、そして鹿島はしっかり11人の中でしっかり勝ち点3取るっていうところね、やっぱやっていきたいですよね。あのその時は福岡3バックでしたよね。最終ラインに戻して大きく蹴りました。宮が大きく蹴っていったアビスパ福岡で出場停止明け、右に振って広瀬、中を見ています。縦に振って樋口、中3枚4枚入っている、ピチカがいる、広瀬のシュート、こぼれている、最後押し込んでいきました関川。おっとここで奪った、山岸奪った、今度も上がっている、今度最後は鹿島しっかりとブロックしました。山岸がこの後頑張って奪った後ですよね、まあ、ここからもうここチラチラ見てますけども、上がってよってタイミングとここループさせるんですけども、最終的によく戻りましたね。上田がよくヘッドしました。まあ、こう早川が出るタイミングでコースを消しているので多分ループ、まあ、見えてるとかは非常に良かったですけどね、ここで長い笛、後半の広瀬が、安西が駆け上がって、その安西使う、中入れた、ゴール前、鈴木優馬飛び込んでいきました。インスギのボール、ゴール前、ウェリントン枠を捉えることはできませんでした。ボールにしましたね。なるほど、ここ見ながら、はい、どちらかというと今までは速いボールっていうところを意識したと思いますけども、まあ、中見ながらウェリントンのところにこうヘディングさせるような意識でボール質変えてきましたし、はい、まあ、それだけこうウェリントンだったら決めてくれるっていう、多分確信のもとあのボールの失点しましたね。はい、いや一つ惜しいシーンでした。さあフリーキックです。ふわっと浮かせた、鈴木優馬だ、ヘディング、最後は庄司ヘッド。まあ、これ高さがあるところと相手よりも早くジャンプするので、はい、まあ、鈴木優馬がまあ頭一つ抜けてましたし、はい、まあ、このボールに対してこう頭を越えた後の庄司の対応ですよね。折り返しが来るんじゃないかなっていう体の向き変えたところ、はい、まあ、最終的にゴールの枠捉えられなかったですけども、まあ、非常にこう入れてくる、巻いてくるボール、小田がいましたが仲間のクリア、ここで長い笛が鳴りました。福岡対鹿島の一戦、得点入らず。